プレッパー 3D はロッキード・マーティンが開発するフライトシミュレーションソフトウェアである。プレッパー 3D はマイクロソフト ESP をベースとしたマイクロソフトフライトシミュレーターの後継である。ライセンスはプロフェッショナル、アカデミック、プロフェッショナルプラスデベロッパーの4種類がある。マイクロソフトフライトシミュレーターと異なりエンターテイメントソフトウェアではないとされている。2009年 ロッキード・マーティンは、マイクロソフトフライトシミュレーターの開発を担当した、エーススタジオ、マイクロソフト ESP のライセンスとすべてのソースコードを取得することで、緊縮制作家のマイクロソフトと締結した。これに基づいて、最初のバージョンプレパー 3DV1.0 が2010年にリリースされた。最初のバージョンは、マイクロソフトフライトシミュレーター X とほぼ同じであり、 FSX のほとんどの拡張機能と介護管制がある。フライトシミュレーターのアドオンを制作するメーカーと共同作業を行った。例えば、ジャストフライトのロッキードコンステレーションがプレッパー 3D の基本バージョンに含まれた。FSX と比較した新機能の中には、例えば潜水艦での水中でのシミュレーションの実行を可能にするベスマトリがある。このソフトウェアは、 当初、499.95ドルで利用、可能だった。バージョン1.3は、様々なライセンスバージョンで異なる価格で利用出る2013年秋、プレパー 3DV2 がリリースされた。主な改善点は、ダークテックス 11API のサポート、マルチコアプロセッサ仕様の増加、デッセレーション、ダイナミックシャドウ、HDR、ボリュームフォグなどのグラフィカルな拡張機能だった。 さらに、フライトシミュレーターからの飛行特性を拡張するため、追加のインターフェースが作成された。すでに入手可能なアカデミック、プロフェッショナル及びデベロッパーのライセンスに加え、後者の2つは、基本的な機能に加えて、兵器システムのシミュレーションも含む、組用組織向けのいわゆるプラスライセンスが保管された。最初のアップデート V2.1 は2014年2月にリリースされ、 主にバグ修正とユーザーリクエストがソフトウェアに含まれた。ソフトウェアはダークテックス10グラフィックスカードと介護完成があるようになった。2014年4月に V2.2 が登場し、様々なバグ修正と雲の影や送るスリフトのサポートがもたらされた。バージョン2.3は2014年8月11日にリリースされた。今回の改善点は、 多数のバグ修正とパフォーマンスの改善だった。さらに GPU レンダリングされたプロセスを拡張することによってプレゼンテーションが改善された。2014年9月29日にバグフィックスしたバージョン2.4がリリースされた。バージョン2はスタンドアロン製品として販売されているため、プレップ3 d v 1からのアップグレードとしては利用できない。 2015年9月30日に3番目のバージョンがリリースされた。以前のリリースの多数のバグや問題が V3 で修正された。とりわけ内部アドレスの管理を改善することによって仮想アドレス空間と関連するメモリ不足のクラッシュの問題は大幅に改善された。そのため不要になったテクスチャやオブジェクトは仮想メモリからもっと早く削除されるようになった。 バグの修正は、マルチ GPU 仕様、一般的なグラフ作成、シミュレーションの分野でも行われている。他のリビジョンには、ユーザーインターフェース、シンダクターの機能、および SDK、シンコネクト環境が含まれていた。新しく利用可能なのは、ユーザーがシミュレーションで仮想人物として移動できるアバターである。V2V3 はスタンドアロン製品であり、 アップグレードとしては利用できないため使用している開発者ライセンスのみを書き換えることができる。ライセンスモデルは V2 と同じである。バージョン4は2017年5月23日に発表され5月30日にリリースされた。最も基本的な技術革新は64ビットアーキテクチャへの対応である。これは特に重いアドオンを使用する場合。 枯渇した仮想アドレス空間のために以前のバージョンで頻繁に発生するプログラムのクラッシュを排除する。加えて雪と雨、ダイナミックな照明及び SDK の改定版に対する新しい 3D 効果が発表された。次のシステム要件は p r e p a r 3 d v 4の2017年5月からのものである。多くの FSX アドオンは p l e p r 3 d v に及び V3 と互換性があったが、FS2004 互換の方法に従って行われたものについては対応していなかった。プレッパー 3D のリリース直後、一部のベンダーは、プレッパー 3D での使用やバグの修正のために、自社製品の無料、または有料のアップデートをリリースした。その一方で、プレッパー 3D で FSX 製品を使用することを許可していない。 アドオンメーカーも存在し、そうしたメーカーなどでは、プレッパー 3D での使用を防止するためのプログラムの技術的セキュリティ手段が用いられている。ありがとうございます。